派手な転倒をした後も間髪置かず立ち上がり、さらにスピードを増して滑っていく。その姿を見ていると、外見は似ても似つかぬロッジのオーナーと実の親子であることを認めないわけにはいかない。僕たちはリフト10本ほどを滑り引き上げることにした。時間にして3時間ほどだったが、重いシャーベット状の雪で滑っていたため、僕の足はガクガクになっていた。幸い帰りも僕は助手席だったが、涼子は何事もなかったかのようにハンドルを握り、三国峠を駆け下りていった。春休みが終わり、僕たちはいつもの生活に戻った。学校に通い、アルバイトに行き、週に2度ほど会った。涼子は少し痩せ、ダイエットに成功したと喜んでいた。僕は個人的には痩せすぎた女性は好きではない。涼子は以前から少しも太ってなどいないのだ。僕がそう言うと、涼子は寂しそうに、もうダイエットはやめると言った。梅雨が終わり、天の川に白鳥座が羽ばたく。涼子は新しく家庭教師のバイトを始めたと言って、僕とあまり会わなくなった。たまに会った時もお腹が痛いなどと言って途中で帰ってしまうこともあった。ダイエットも依然続けているようだ。僕はつまらないことばかりを考え、涼子に詰め寄った。涼子は涙を流し、自分を信じてほしいと言った。夏休みになり、僕は涼子を旅行に誘った。ギクシャクした二人の関係を修復したいと思っていた。しかし涼子はロッジの手伝いをしに帰省しなくてはならないと断った。そして僕の学校の試験が夏休み明けにあるのを持ち出し、試験が終わるまで会うのをやめましょうと言った。さすがの僕にもこの言葉の意味は分かった。僕はもちろん涼子とは別れたくなかった。自分には不釣り合いな彼女だと思っている。しかしこの時には何も言うことができなかった。はっきりと別れましょうと言われていれば、何とか取り付くこともできたかもしれないが、この場合は違う。試験が終わるまで会うのをやめましょうと言われただけなのだ。僕にできることは精一杯残念そうな顔をして家に帰ることだけだった。夏休み中、僕は何度か涼子の実家に電話をした。しかし涼子の父親は伝言を伝えるだけで取り次いではくれなかった。泊まりに行きたいと言うと予約がいっぱいだと断られた。僕は勉強どころではなく、全てのことが手につかなかった。腹いせに留年してやろうかなどとバカなことを考えたりもした。悶々としたまま夏休みが過ぎ、試験が終わった。当然最悪の結果だった。涼子のアパートに電話をしてみたが誰も出ない。新学期はとうに始まっているはずだ。半ば予想していたことだったが、ショックは大きかった。それからしばらくして、突然涼子の父親から電話がかかってきた。涼子が手術をして入院しているので見舞いに来てほしいとのことだった。僕は複雑な心境で病院に駆けつけた。そこは富士山のふもとにあり、サナトリウムのようだった。待合室に行くと、そこには涼子の父親が待っていた。短い挨拶を交わし、涼子の容態を聞く。とにかく会ってやってくれという父親の言葉に一抹の不安を感じながら、涼子の病室に行った。病室の中の光景を見たとき、僕は自分の目を疑った。涼子のベッドの周りにはたくさんの機械が置かれ、顔には酸素マスクがつけられていた。体中にたくさんの管が差し込まれた涼子は、まるで奏者のいない操り人形のようだった。僕の姿に気づいた涼子は、看護婦に酸素マスクを外してもらうと、弱々しく笑顔を作った。涼子の頬は痩せこけ、手足はかげろうのように細かった。涼子は僕に向かって、ごめんね、とつぶやくように言った。僕はこの時全てを知った。僕の頭の中を後悔の念が巨大な台風のように荒れ狂った。ごめんね、こんなに痩せちゃって。涼子は涙ぐんで言った。いいさ、スリムな涼子もなかなか素敵だよ。僕は精一杯平静を装って言った。看護婦に促されて病室の外に出た僕は、涼子の父親を問いただした。彼は長椅子に座り、両手で顔を覆って言った。
涼子はガンなんだ。スキルスっていうタチの悪いやつだ。もう体中に転移していて助からないそうだ。変なところだけ母親に出やがって。彼の手から涙がこぼれた。僕は目の前が真っ暗になるのを感じた。信じられなかった。あの負けず嫌いで快活な涼子がもうすぐ死んでしまうなんて。せめてあんた涼子を見取ってやってくれ。涼子の父親は僕にすがるように言った。それから僕は毎日涼子の看病をした。病院には泊まることができないので涼子の父親が近くのビジネスホテルを取ってくれた。僕が看病するようになってから涼子は回復していった。涼子の体に突き刺さっていたカテーテルが外され、酸素マスクがなくても呼吸ができるようになった。私は大丈夫だから学校に行って。涼子の言葉に僕は試験休みだから大丈夫だと嘘をついた。僕は一日の大半を涼子の手を握って過ごした。そして涼子にいろいろな話をした。小さい頃の思い出話や初恋のことなど、ありとあらゆることを涼子に話して聞かせた。僕がまともに付き合ったのは涼子が初めてだと言うと、涼子はとても喜んだ。その日の夕方、涼子の容態が急変した。涼子はもがき苦しんだ。そして苦痛に歪んだ顔で、決してモルヒネは投与しないでくれと医者に懇願した。モルヒネを使えば痛みを止めることはできる。だが意識が朦朧としてしまい、場合によっては昏睡状態に陥ってしまう。涼子は苦しんで苦しんで苦しみ抜いた。僕にはその姿を見るのが耐え難く、何度も医者にモルヒネを投与するように頼もうとした。しかしその度に涼子は、絶対にモルヒネは使わないでと叫んだ。涼子はあまりの苦痛にたびたび失神し、意識が戻るとまた苦痛に絶叫した。涼子が苦しみだしてから丸一日が過ぎた。失神しながらも苦しみ続けていた涼子の顔から苦痛の表情が消えていった。医者に大丈夫だと促され、僕は外の長椅子で仮眠を取った。2時間ほどして病室を覗いてみると、涼子は起きていて看護婦と話をしていた。僕がベッドのそばに行くと、看護婦はお辞儀をして部屋を出て行った。苦しい？僕の問いに涼子は、もう大丈夫と答えた。私ね、実は嘘ついてたんだ。涼子はか細い声で言った。台風の夜、うちに来てくれたでしょ。あの時私、お父さんがあなたの電話番号を教えてくれたって言ったの、覚えてる？僕はうなずいた。あれ、嘘なの。私、うちの宿帳見て、あなたの電話番号を調べといたのよ。私、あの時から、あなたが好きだったの。あの時からずっと。僕もそうだよ。初めて会った時から、涼子が好きだった。僕がそう言うと涼子は涙を流して、ありがとう、とっても嬉しいと言った。お願いがあるの。なんだい？私を屋上に連れてって。ダメだよそんなこと。お願い、言う通りにして。僕は涼子の目にただならぬ決意を感じた。ちょっとだけだよ。僕は涼子を両手で抱き上げ屋上に向かった。涼子の体は驚くほど小さく軽かった。僕たちが屋上に着くと、辺りの照明が一斉に消えた。これで星がよく見えるわ。涼子の言葉通り、空には満天の星空が広がっていた。ねえ見て、星が綺麗。台風の目の時より？今までで一番。僕たちはしばらくの間、ただ黙って星空を見続けていた。これから私が言うことを真剣に聞いて。
病気で頭がおかしくなったなんて思わないで。そんなことを思うわけないじゃないか。僕の言葉に安心したように涼子は話を続けた。実はね、私宇宙人なの。え？黙って聞いて。私は山根涼子になりすましてたの。でももう帰らなくちゃならないの。だから地球人の私はもうすぐ死んじゃうけど、それは嘘で、本当は自分の星に帰るだけだから。だから私が死んでも悲しまないで。何言ってんだよ、涼子が死ぬわけないだろ。変なこと言うなよ。私はもうすぐ自分の星に帰るわ。だけどあなたのことは絶対に忘れないわ。きっと、きっと戻ってくる。そしてもう一度あなたの前に現れるわ。そしてもう一度あなたと恋をするの。その時はもう山根涼子じゃないけど、今の記憶もないかもしれないけど、でも将来あなたが心から愛する人ができたら、それはきっと私よ。そしたら結婚しましょう。子供は二人欲しいわ。あなたに似た男の子と可愛い女の子、楽しいだろうな。私は地球人として一生あなたのそばにいるわ。一生あなたを愛し続けるの。だから、だから少しの間我慢して、私が死んでも悲しまないで、すぐに、すぐにあなたの元に帰ってくるから。あなたを愛してる。これからも、いつまでも。涼子、死ぬな、死んじゃダメだ、涼子。あれから半年が過ぎました。僕には今でも涼子の言ったことが嘘だとは思えないのです。お願いです、涼子の言ったことが本当か確かめてください。え？そうですよ、涼子さんがどんな思いで亡くなる間際にそんなことを言ったのか。きっとそれを言うために痛み止めも使わないで我慢したんですよ。すべてあなたを悲しませたくないからですよ。涼子さんはすごい人です。愛する人のためにそこまでできるなんて。そうですよね、分かってはいるんです。きっと屋上の電気が消えたのも涼子が看護婦に頼んでいたのでしょう。ただ、ただ僕は確かに見たんです。涼子が亡くなった瞬間に一筋の流星が流れていくのを。あれも偶然なんでしょうか。